これは私の身内の話なんですよ。というのは、昨年の12月の28日に私の姉が癌で亡くなりましてね、その前の年の私のこのミステリーナイトツアーの怪談ナイト、そこへ来てくれたんですよね。会場と近いところに姉の家があったんで、しばらくぶりにね、私だとか弟夫婦だとかね、いとこ夫婦だとか集まったんですね。姉のところには子供はいないんですよ。とっても夫婦仲いいんですが、普段はなかなか姉の家って行かない。ところがそうして集まってみると、ああたまにはいいもんなんだなあと、そういえば長いことこういう時間ってなかったなあと思ってね、ああこれからはこういう時間が作れるのかなと思ってた。でみんなとってもいい時間過ごした。その1週間後でしたね、姉の旦那さん、まあ義理の兄貴から電話がありましてね、がんだと言うんですよ。でも私は助かると思って信じていた。病院もいくつか付き合ったりしましたけどね。でそうこうしていて12月に入った。で私がたまたま福井県の方でロケをしていたら、そこへ電話が入りましてね、どうも今年いっぱいらしい、よくて新年に入って2日か3日だろうって言われたんですよ。これはショックだった。仕事は笑いながらやってましたけどね、心の中はドキ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 してましたよ。それでも私はね、希望捨てなかった。そんなことはないって、大丈夫だろうと思ってた。まあ、そんな時に弟から私にね電話が来たんです。どうしようかって言うんです。それはどういうことかというと、母親が入院してましてね、もう大変な高齢なんですが、足の骨落ちちゃった。でその母親を姉に会わした方がいいんだろうかって話なんです。そうなると大変なんですよね。かなり距離がありますからね、その病院から姉の家まではね。もともとその時姉は病院の方に入ってましたから、その距離考えるとそう簡単にはいけないし、でこのままだったら姉と私の母というのは会わないまんま別れてしまうわけだ。会わしてはあげたいんだけど、考えてみるともうその高齢になってね、自分より先に娘が行くってのはこうして嬉しいことじゃないですよね。もしかするとそのショックでもって母親の方も行ってしまうかもしれないし、できるならばなるだけね、まあそういうことを知らせないで、もし姉が亡くなったらその段階でと、まあいうふうに言ったわけですよ。弟の方もそうだなってことになった。でところが28日、私のクラブチッタのね、朝5時半までのあのオールナイト、その日なんですよね。姉が亡くなりましてね、私はそれまで病院に付き合いましたよ。まあそういうことになったんで、じゃあどうしようかと楽しくなった。ところがその年末年始というのは斎場が混むんですよね。急いでと言ってやってもらったんですが、それでも1月の6日なんですよ、葬儀の日が。少し時間ができた。じゃあその間に母親に言えばいいねという話になったんですよ。と弟からまた電話が来たんですよ。それどういうことかというとね、やっぱり母親のこと気になりますよね。あれ亡くなっちゃったんですから。でまあ、弟はそれは言わないで母親のところに一応顔出そうと様子を見に行ったわけだ。実際はもう姉は死んでるわけですよ。でも母親に言えないと、弟の顔を見た母親が、うちの姉というのは千鶴子というんですがね、小さい頃からみんながちーちゃんちーちゃんって呼んでた。母親がちーちゃん死んだねって言った。弟としちゃ驚きますよ。誰もそんなこと言ってやしないんだから。もちろん私は母親のとこ行ってないし、弟がね、姉が亡くなってから行くまでの間誰も言ってやしないんですから。はい、と母親が
これは夢かうつつか分かりませんけれども、個室に入ってるんですがね、姉が3日目にやってきたって言うんですよ。あまり話もしないで、なんかこう沈んだ感じで寂しそうにしてた。で二言三言話をしてね、やがて帰ってると、帰りがけその美容室の入り口に立ってこっちをじーっと見てた。ああ具合でも悪いのかな、そう思った。というのも姉がねそういう状況ですから、母親のところに見舞いに来れないんで、私も弟も、いや今ちょっとね体の具合悪くしてるんだって、治ったら顔出すからねって嘘をついてたわけですよ。だから母親はああ具合が悪いんだなと思ってた。そして次の日また姉が来たというんですよ。なんだか寂しそうな顔してる、元気がない。二言三言は話はするんですがね、帰りがけ病室の入り口に立って母親はじーっとこう見てる。何か声をかけてあげようかなと思うんだけど、なんとなくそういう雰囲気じゃない。それで帰ってった。そして3日目また姉がやってきた。なんだかとっても寂しそうにしてる。二言三言は話をするんですが、なんだか元気がない。そして帰りがけその病室の入り口に立ってね、母親をこう見た。母親もなんだかかわいそうになって、なんか言おうかなと思ったらば、姉がね、お母さん、私ね死んじゃったのよって言ったって言うんですよね。うちの姉にはそんな霊能力はありませんよ。母親にもそんなものはない。でもどこの世界にね自分の子供が死んだなんて言える母親います？余震波聞かされたって信じないのが母親ですよ。まさにその通りだった。どうやらこの親と子というのは目には見えないけれどもしっかりとした何かでこう結ばれてるんだなって、そんな感じがしましたね。それでね、今年愛知万博でこう生の放送があったんですよ。でその番組に出演したので、帰りその局の女性スタッフにね車で送ってもらったんですよ。何かのお話があったんで私がこの話をしたんだと、その女性スタッフがふっと振り向いたらね、目に涙いっぱい溜めてるんですよ。そして稲川さん、私はそういう話信じられるって言ってね、この人が私に話を聞かせてくれた。